ホロボシ姫実況プレイ始めていきたいと思います。世界は滅びの危機に瀕している。怪物災害異常現象、文明が崩壊しそうなほど出来事が人類を襲い始めた。滅びと名付けられたそれらの事象は次から次へと発生し、過剰なまでの試練を人類に与えた。国際的に名高い大預言者まで本当に滅びそうと言っている始末だ。神様は人類に嫌気がさしてしまったのかみたいなゲームらしいですね。ノンフィールドローグライク RPG 100歩でエンディングへ行くらしいです。このゲームは100歩進んでラスボスを倒すとクリアになる。短い中で歯ごたえのある戦闘、パワフルな成長を楽しめます。レベルアップと装備で強くなる。スキルとアビリティを上手に組み合わせよう。なんかスキルは10種類だけあって、スキルとアビリティが10種類あんのかな。でそれを好きなように組み合わせて戦っていくみたいなゲームらしいっすね。フィールドない、中段セーブがない、ウェイトがない、新機軸がない、チュートリアルがない、オープニングがない、仲間がいない、ゲームらしいですね。やってこ。あ、もういきなり始まる。カウンターギルドのほころび。店。ナイフ、弾丸、薬草、しおり。装飾品、強い敵と強い商品が出なくなる。あ、出なくなんの。はあ。まずは、敵だ。どうやって戦うんだ。決戦まで99歩。今1歩目なのか。弾丸薬草、普通に攻撃？ウィッチが現れた。どういうこと？どうやってやるの？攻撃。あなたの攻撃。ウィッチに3点のダメージ。ウィッチのは呪文を唱えた。あなたに3のダメージ。俺 HP 10か。このまま戦ってても勝てそうか。3のダメージ。3のダメージ。はい。で、倒した。ウィッチを倒した。経験値1。金1を手に入れた。金1。敵、もう回復しとかなきゃだな。一応回復しとくか。敵、ウィッチしか現れねえ。まあウィッチはギリ倒せるから3ターンで。危ねえ。よし、スキル否認権を取得した。なんだそれ。どうやって第1話へ。悪と情報、なんだ。否認権、否認を20にする。否認は魔法ダメージを軽減する。ほうほうほう、よくわからん。よくわからんぞ。このゲームは RPG です。決戦でラスボスを倒したらクリア。中断セーブはありません。死んだら骨も残らない。細かい説明はしません。今すぐ冒険だ。レベル上げてスキル覚えたら装備買ったり、普通に。あとはやりながら分かっていってね。学習は君をとても強くするよ。でも一個教えちゃう。敵は HP が減ると攻撃力も減るよ。攻撃力関係ない敵もいるけど。なるほどね。僕はローグ。だから本作はローグライクだ。ああ？なんだこいつ。ゲームを破棄してタイトルに戻る。ああ、怖い怖い怖い。第1話へって何？これ押してみようかな、一回。北暦944年2月30日。離島ゼルファにて、上空。観測限界のさらに先から、糸筋の光が落ちてくる。爆心地から現れた海生物が、吹き出した炎で島丸ごとを破壊した。その生物はおとぎ話にちなんで竜と呼ばれた。竜は大陸へと進撃した。前代未聞の怪物に世界中の人類が恐怖した。その時一人の男が現れて竜の前に立ちはだかった。あ、俺なのか。棒人間だ。男は巨獣狩りを専門とする戦士だった。かっけ。強大な剣術を振りかざし、巧みな立ち回りで怪物を翻弄し、ついにはたった一人で竜を彷彿った。世界は救われた。だが、話はそれでは終わらなかった。北暦954年。増殖と世代交代が恐ろしく早い。隣国中の大量発生。一人の学者が産卵を封じて群れごとを自壊させた。北暦963年、見た人間の体は体を芋虫に変えてしまう赤い月。一人の魔法使いが月を染め戻して人々の呪いを解いた。あ、だからイタチごっこみたいになってんのか。971年、978年にも人類は同様に滅亡の危機を経験する。北端にある帝国の艦艇戦術師グレイモーザは一連の災害を滅びと名付けた。滅びを撃退するのはいつも突出した能力と専門技能を持った一人の人間だった。これらはカウンターと呼ばれた。カウンター、まあ何かが起こってからやるからなのかな。北暦979年、リオを彷彿った最初のカウンターである戦士ビユディールは世界長会議で人類に告げた。帝国の艦艇戦術師グレイモーザが未来を観測した。これより20年後に滅びの総力が降臨する。今なのか。知恵音も獲得した恐るべき滅びたちが気中も同時に押し寄せてくるのだ。行く、まあいっか。だが
希望もある。それらを支配する滅び姫を抹殺することだ。あ、滅び姫ってのはそういう意味なのか。滅び姫は我々を脅かした一連の事象の根源だ。姫を仕留めれば滅びは人類の前に二度と現れなくなる。そういうもんなのか。グレイモーザは戦術王の誇りにかけて自らの命を代償にこれらの大予言を確定させた。グレイモーザも死んだのか。備えよう。20年後の最終決戦、滅びを真に打ち倒すために全てを想定したカウンターたちの発掘と支援を急ぐべきだ。世界庁はビューディールの提言を通した。でもね、私は通さないよ。あらゆる滅びへの対抗戦力を養成するカウンターズギルド、私はその選抜試験を突破した。あ、私ね、主人公かな。よかったよかった、合格できるか不安だったんだ。だってこの人たちが倒したがってる滅び姫は私なのだから。お前なんだ。もう13人葬った。木を見てこいつらを根絶やしにするんだ。みんなには悪いけどこの物語は悲劇で終わる。あ、じゃあ滅び姫が主人公なのか、私が主人公なんだね。だからこの敵ってのはそのカウンターズギルドたちなのか。え、回復するしかなくない。使用8ダメージ。あ、弾丸強えな。まあ、薬草で回復しても回復なくなっちゃった。カウンターズが現れた。なるほど、そういう意味か。攻撃するしかないよな。あなたの攻撃カウンターズ1のダメージ。うわー、カウンターズ強い。逃げよ逃げよ逃げよ。うわー、逃げやど、あぶね。アビリティの付け替えもしたら宿泊代は1金になります。ここでアビリティを付け替えられますよ。アビリティの付け替えとは。アビリティ持ってないや。じゃあ休む。あー、全回復。アビリティの付け替え無料でできますよ。ありがとう。定期へ。ウィスプが現れた。ウィスプ。HP3 かなら倒せるか。あ、よかった。あなたの攻撃。ウィスプは弱い。ローグが現れた。ローグ HP8 なら弾丸で倒すか。くらえ。よし。定期。あー、フレイミー強えな。フレイミーも弾丸撃っとくか、一旦。フレイミー8点。2しか食らわんのか。大丈夫だな。よし。レベル2になった。アビリティびっくりガード取得した。アビリティ洞察を取得した。アビリティスロットが1増えました。アビリティいっぱい。アビリティびっくりガード。1ターン目に受けるダメージマイナス2。強っ。敵のことがよくわかる。いいじゃん。どうやって装備するんだろう。まあでも境界に来た。まかない祝福。MP3 回復。MP 使ってねえんだよな。施し。金プラス1。まかない HP プラス3。うわぁ。迷う。金をくれ。どうぞ、ありがとう。交差点とは、あ、店に行きたいな、一旦。店へ。メイス、攻撃力プラス2。攻撃、装飾品攻撃力プラス1。たっけ。薬草いっぱい買っとくか。弾丸も欲しいな。夜空、防御力プラス1。防御上げときたいか。え、何上げたらいいんだ。まあ、まずは薬草買っとこう。薬草、あ、1個しか買えねえんだ。じゃあこれ2つ買って、攻撃買っとくか。攻撃力、いや防御力の方がいい気がするんだよな。実際被弾さえ少なければ。あー迷う。まあ防御上げるかな。防御寄りでいきます。これでいい。ありがとな。あ、さらに店行けんの。うわー、じゃあ金1もらっとけばよかったよ。あ、勝手に装備してくれてんのかな。まあいいか。店売れるのか。売却プラス1。金プラス1か。いや、しかもなんかレイピア強そうだな。強い敵と強い商品が出なく、しおり捨てたら強い敵が出るんだもんね。ただまだ早いな。行こう。敵ダブルバイトが現れた。一旦攻撃してみるか。3、2、あ、2、うわ、2回攻撃2回攻撃。もう弾丸使おう。ふざけやがってよ。喉から石。施し欲しいな。金が欲しいな、実際。まあでも、まかないか、ここは。安牌。まかないもらう。召し上がれ、ありがとう。宿、うわ、宿もあったんか。宿泊できねえ。アビリティの付け替え。敵のことがよくわかる。あ、びっくりガード装備したいな、まずは。1ターン目に受けるダメージマイナス2なんでしょ。めっちゃ強い。まずはびっくりガードでいい。はい。うわ、強そうだけど、オーガ。1ダメージ、ターン続行。あ、そういうことか。え、こいつ勝てる？一旦逃げとくか、怖いから。あなたにゼロのダメージ、あなた逃げをした、怖いから、あんな。あ、ローグね。あ、お前 HP 少ないね。前のやつより。攻撃。3。あ、ゼロダメージ、でかい。3。ゼロダメージ、あ、もう効かないの？俺、こいつの攻撃。ローグは余裕だ。フレイミー強そうなんだよな。攻撃。ゼロダメージ、あ、え、何？防御上げたから、あー、ってわけでもないのか。
いや大丈夫、勝てる、ギリ勝てる、これはギリ勝つ。よし、また敵か。薬草を食っといて、あーウィスプね、ダブルじゃないなら、まあまあまあ、レベル3に上がった、 HP が2上がった、 MP が1上がった。あー楽しいこのゲーム。まあ行くしかないよな。あーこいつ怖えな。まあ、まだ早い、まだ早い気がする。オーガは逃げよう。交差点、いや店行きてえけどな、店行きたい実際。ただ4金しか持ってないから、教会で施しをもらうか。金が欲しい、何より金が欲しい。所持品、ただあの回復薬持ってないから、回復薬だけ買うか。薬草これでいい。敵、まあ HP5 回復してもいいし、敵、あーフレイミーね、これちょっと強えんだよな。まあ石投げてやろう。で攻撃30、まあ初回は0だもんな。32、あまだ勝てる、233か、危な。よし、あー死ぬ、怖い。 HP 回復、うわー強そうこいつ。カウンターズ強そうだよな。なんかダメージ多かったもんな。逃げよう。あこいつは攻撃食らわないから俺、こいつの攻撃は。よし勝てる。あーダブルバイトちょっと怖いから逃げるか。よし、教会、施しをくれ、施しを、金をくれ。あやだ、ありがとう。うわー迷う。まあそっか、宿泊は宿泊した方がいいもんな。全回復びっくりガードつけてるもんな。ただ洞察もつけたいはつけたいんだけど、まあいい、まあいい、まあいい。1ターン目だし、もう薬草ひたすら買うしかない気がするけどな。薬草ひたすら買う俺は。回復こそ正義。ダブルバイトね、多く敵を倒せた方がいいんだもん。攻撃する、1ターン目はノーダメージだろ。そうだよな。どんくらい食らう、11、あ11なら大丈夫、2なら全然いい。敵、あお前は雑魚だからもうそのまま行くわ、行かせてもらうわ、通らせてもらう。交差点、金は3しか持ってない。教会だな、教会で施しをもらう。金をくれ、どんどん金をくれ。宿か、2金はもったいないな。アビリティも付け替えなくていいし、店、攻撃力プラス1買っとくか。クロス、最大 HP 上昇量プラス1。上昇量って何、レベル上がった時にってことだったら持っといた方がいいか、将来的に。上昇量って何、上昇量ってよくわかんねえけど、クロス2個買うレベル上がった時に、こいつそろそろ戦ってみるか。石投げる、攻撃力、あ攻撃力ここに書いてあんだ、攻撃力4ね。じゃあまずこのターンは2しか食らわない。攻撃、3になった、あラッキーラッキー、1になった、怒りのまま攻撃8、危な。お前やばいな、オーガとはマジで戦わん。3月剣を獲得した、最大 HP が2上がった。死ぬ。3月剣最大 MP、虎になって攻撃、 MP を最大1分使用、虎の呪いは徐々に解けていく。否認を20、え、このスキルってどうやって使うの。まずは回復だよ。え、もう2個使っとく。攻撃力プラス6、防御力プラス2なんだ。あ、こっち側に否認、三月剣とか使えるのか。虎になってから攻撃、 MP を最大1分使用。まあやってみるか、三月剣。まあなんかあの中学とかの国語の授業に聞いたことあるもんな。4ダメージ0、 OK。 怖いな。攻撃4のダメージ、あ0、あカウンターズってるな、トラになりゃ。トラリ娘、ウィッチ、攻撃力3 HP3、ウィッチは弱いもんね。はい、5、攻撃力5、強。よしよし、いい感じ。え、なんかもらったぞ、なんかもらった、これか。星のガード7ダメージ、ターン続行、強っ。星のカード強っ。これレアドロップじゃねえか。あなんだこれ、2は見よう。私の呼吸は緩やかだった、死体を前にしても落ち着いているのは私に迷いがないからだろう。滅びの最終形である私はきっとどんどん強くなる、人類全てを滅ぼしきれるくらいに。でも今はまだ弱い、覚醒したばかりで力をつかみきれていない、少しずつしか葬れない。戦術師たちはいずれ私の存在にたどり着くだろう、特定される前に始末する必要がある。この学び屋は居心地がいい、みんないい人ばっかりだ、そう思うのは嘘じゃない。友情を結んでみせるのもいいだろう、でもそれは一方通行だ。
私は誰にも心を許さない人知れず一人ずつ確実に葬っていく。戦術師の後は誰から始末していくべきか、実力よりも才能のあるものだ。私はこの目で人の内側に秘められたものを見抜くことができる。まあなんかそのアビリティあるもんな。成長を予感させる強い輝きを秘めてるやつを弱っちいうちに刈り取っていくのだ。お初にお目にかかります。剣術の演習でご一緒するあやめさんですね。うわー、やられた。恋をしてしまった。なんだこの話。おっと、大丈夫ですか？お一人で立てますか？ひえ、顔が近い。可愛すぎる。爆速で脈打つ心臓にめまいを覚える。落ち着け、状況を把握しろ。この女の子は何？私はフラフラと頭を回して彼女を分析する。スラッシュプルーフ、ベルドレディ、外交官の名門であるベルドレディ家の嫡男、嫡女。技術用語のような奇妙な名前は、親から付与された守りの祝福だ。戦闘能力は全くない。非凡な才能は秘めているが、今なら簡単に始末できる。一方、すでに開花している彼女特有の能力、魅了。容姿、所作、声、すべてが人を引きつけるようにできている。魔法なのか人間性なのか、その境界は曖昧だ。もちろん魂も輝いていて、私はもろに見てしまった。太陽を直視するようなものと相性が悪すぎる。まずいまずい、抵抗しなければ。ヘックショフ、むー、かわいいかわいいかわいい、大好き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 。いやー、くしゃみだけで。この子もいずれ始末すべきだ。例外はない。でも私の心は深く捉えられた。彼女に捨てられたら全部おしまい、そう思うくらいに大好きになってしまった。すごいな、これが一目惚れってやつ。私には滅び姫としての責任があるのに、どうすればいいの？この子が欲しい。どうしても私は正体を隠したままスラッシュプルーフを求める。なるほど。で3話、カウンターズギルドなんて組織は無視できなかった。私たち滅びの天敵を育てているからだ。かつて滅びのみんなと車座になって話し合った時、私は一つシンプルな決断を下した。それは脅威の目を速やかに摘み取ること。カウンター候補生たちがまだ弱いうちにこちらから出向いて根絶やしにしてやる。私は単独でカウンターズギルドに潜入した。危険だが、それを犯すだけのメリットがある。私はうまくやってると思う。ギルド内の時間殺行者13人を1週間で全員始末した。ループの発動条件を全て交わしながら、何、ループできるやつらもいるの？22人いる戦術師を皆始末した。当然騒ぎにはならなかったが、先んじて目を潰したことで私の潜伏は盤石となった。早くも 大戦果を上げたと言っていいだろう。誤算だったのは精神掌握者の存在。好き、どうしよう、恋だ。深夜になっても眠れなくて毛布をかぶったままぐるぐると自分の感情をなぞります。ドゴン。実に爽やかな朝だった。カウンターズギルドの本拠がズタズタに破壊された。襲撃者は滅び、四天王の中でも最強を誇るディモスケだ。ディモスケは絶好調で、猛者たちを相手に一騎当選だ。かっこいい、顔もいい、あと料理も上手なんだ。手作りコロッケが絶品そうなんだ。でもコロッケって脂っこくてあんま好きじゃないわ私。けどダメだよお前、間が悪いよお前。ディモスケは私が始末した。すげえ、一瞬で殺した。なんで殺したの？私たちは絶対に負けないとか適当に吠えて、カウンターの一員を演じながら、いやまあディモスケは悪くないんだけど。ディモスケの無駄に範囲の広い大技に今はまだ弱い。スラッシュプルーフが巻き込まれてしまう恐れがあった。あの子は殺されるのは嫌なんだ。ごめんね。いやいいのそれで、部下殺したぞ恋のために。人生は自分のものにするためには手なりで生きていくことをやめる必要がある。なんだろう手なりって。私には姉がいました。美しい人でした。物腰柔らかで優しくて評判のいい、とてもよくできた人でした。少々控えめに過ぎるところはありますが、その憂いがちな表情がなおさら人々を引きつけました。本当にたくさんの人の心を捉えました。それはもう言いようとも言えるほどに。男性32人、女性13人。姉に愛を告白した人たちの人数です。めちゃくちゃモテるな。姉は全て断りましたが、彼らの執着の炎は日に日に燃え上がるばかりでした。姉は逃げ回りましたが振り切ることはできませんでした。そして愛されすぎて憎まれて、ついには刺されてしまいました。私の姉は悲劇で終わったのです。彼女は私の反面教師となりました。この世を去ることで、葬儀後両親は姉を直接に害した凶器を手にしました。刃物に刺されることへの対策として私に防護魔術を施してくれました。防護を永続化させるために名前を、なんだろう、みそぎとかかなとする必要があり、私は改名させられました。なんとも無粋な名前なのですが、まあ保険になるのならと受け入れました。さて問題です。私の姉の一体何が悪かったんでしょう。いや何も悪くないよ。世界、もう生まれた世界が悪かったとしか言いようがない。
魅力も過ぎれば呪いとなる。母はそう言いました。しかしながら私の考えは違います。人に優しくしすぎた。獣の習性を把握していなかった。防御をおろそかにした。取り巻きを作らなかった。自分の魅力の認識不足、おとぎ話じみた甘い世界観の盲信、リスク管理意識の欠如、人的リソース活用の機会損失、そして何より頭が硬かった。なんともったいないことでしょう。少し見方を変えれば絶好のチャンスでした。まあ全員配下にすることはできたかもな。上手に夢を見せてあげればたくさんの手駒ができたでしょうに。まあね、姉は魅力を使うのが激烈に下手くそだったのです。力に負けた彼女の末路を私は教訓にいたします。では人の心をつかめるこの力を私はあやめ切り深く。あ、さっきの漢字はあやめって意味なのかな。初めて会った時から匂うものがありました。屈託なく見えて何かを隠しているような違和感。私の姉のように人の視線に怯えているのかとも思いましたが、話していくうちむしろ強さと自信を胸に秘めていることが感じ取れました。その裏付けを取れたのが先日の襲撃です。襲撃者はおそらく需要派のテロリスト、滅びの受け入れを強要する迷惑な人たちです。あ、これあれか、初恋の人目線か。男は見たこともない魔法を振りかざしてギルドの戦士たちを圧倒しましたが、あやめさんは戦場に踊り出たかと思うと卓越したリボンさばきで男をやっつけてしまいました。その時確信したのです。この子は私のものにしなければならない。うわ、相思相愛じゃん。リスのような小さな体に考えられないくらい大きな際、このモンスターをゲットすればやがて強大な力となってくれる。二人で滅び姫を打ち倒し、人類すべての心をつかむことだってできるでしょう。私の名前はスラッシュプルーフ。授かった際と祝福を使いこなしてカウンターズギルドのエースになります。うわ、思惑が、みんなの思惑が。さあ次行こう。敵、あー、ウィッチはもう攻撃でいいよ。ウィッチはね、もう大したことないんで、本当にウィッチは、あ、強いなこのウィッチ。なんか倒すごとに進化していくのか。こいつ攻撃力7か、怖いな。逃げよっかな、一旦逃げる。境界か。 MP3 回復、いや、まあ施し、金があれば何でも買える。交差点では宿行きたいけど、実際宿で回復がしたい俺は。でも店にも行きたい。宿3金になってる。竹、まあいいわ。うわ、宿かよ、読み外れたわ、最悪だよ。使うごとに金高くなるのかな。あ、こいつダブルバイとか攻撃する。00、オッケーオッケー。はい。11、大したことない。アビリティ、響き刃を取得した。アビリティ、邪悪特攻を取得した。アビリティスロットが1増えた。最大 HP が2増えた。なるほど。わ、アビリティつけれたのかな、響き刃。攻撃時スタン 0.3、0.5 を与える。あ、これ、強っ。邪悪な敵へのダメージが 1.5 倍。うわ、強っ。強いな。敵、じゃあこいつらは邪悪じゃないから、まあ1ならまあいい。ただ3も食らった今。境界、施しをもらおうかな。まかないも確かに欲しいが、金が欲しい、とにかく金が欲しい。敵、あ、バイト、ウィスプか、ウィスプなら大丈夫。 OK、 ノーダメージ。何これ、10コイン。え、アビリティびっくりガードを10金で売りませんか。最大 HP4 を10金で買いませんか。買いてえ、売れるんだびっくりガード。すべての価値をモジューラブルで、10コインズマーケットへようこそ。最大 HP4 買いたい。買う、もう買う。よかった、10コインあって。敵、戦う、うん、いや、もう戦う。強いんだよな、ウィッチも。店に来た、でも1金しか持ってない。くっそ、1金しか持ってない。リング最大 MP か。 MP はいまいちあんま使い方わかんねえからな。まあいいか、金がねえ。第5話へ。不愉快な視線を感じていた。見られている。私の正体を認識している者がこの学内で一人だけいる。始末するわけにはいかなかった。そいつも滅び、私の同胞であるからだ。臆病なくせに口ばかり達者に回る男、謎めいた不気味な能力で滅びの地位を上げた男。教室を出て視線が合うと、そいつは卑屈に微笑んで敷地の外れへと私を手招きした。無視するわけにはいかなかった。寝ぼけてるの。わざわざこんな場所で何、ひねりつぶされたいの。滅び四天王でも最弱のお前がこんなところまで何しに来たのよ。姫様こそどうしたんですか。いや、どうも顔えぐいな。随分とトゲがあるじゃないですか。おい、何こっちの質問無視してんの。お前何様、姫様、何。スラッシュプルーフベルドレディ。
あ？俺知ってるんですよ、姫様があの女にご就寝であること。うん、やっぱりあんたが覚醒したのって認知系の力だったんだ。犬死にが許されない大事な役割よね。こんな前線に出てきたらダメじゃない。合法でぬくぬく大事にされてなさいよ。能力のことは最近つかめてきたんですがね、大抵のデッドエンドは買わせるのでご心配なく。あ、そうなんだ。自分が死ぬエンディングは買わせるのは強すぎるな。じゃあ死なないように立ち回ってんのか。それよりも姫様、ご自分の心配した方がいいですよ。何それ、ビビらせようとしてんの。あんたが私を勘違いしてるようだけど、私は滅びを裏切ってはいないわよ。スラッシュプルーフに惚れたのは事実、けどあくまでも天使でもないですよ。あくまでも滅びが大事なのは変わらない。ディモスキを始末したのはどうしてですか。ああ、俺ショックだったな。喧嘩っ早くて自分勝手なやつだったけど、それでも俺たちの同胞じゃないですか。報告に書いたでしょ、私がディモスキより強くて、ギルドの最強戦力よりまだ弱いからよ。私はこのギルドに潜伏している。ギルドを知り尽くして全てに大事にするため。ディモスキは強いけどバカすぎるよ。あんな派手に暴れられたら連携なんてできない。私としても中枢に食い込むためにギルドから高い評価を受けるチャンスだ。ディモスキを切ってギルドの信用を取りに行った。これが私の選択よ。わかる、滅びはもう始まってるの。え、てか何なの、姫が王様みたいな立ち位置ではないのか。報告書を出してるとかそういう話だと。自分たちの命だって駒にしなきゃ、合理的に動かなければこの事業は達成できないの。家族ごっこはもう終わりなのよ。ギルドの信用を取ったですか。そのせいで滅びの内部は大荒れですよ。俺はね、姫様、あなたのためを思って言ってるんですよ。あの女は今日中に始末してください。心を奪われてなければね。じゃないと姫様、地位も力も失って悲劇で終わっちゃいますよ。なんだこいつ、嫌いだな。え、決戦ってのは何、どっちと戦うんだ、敵。こいつ強えんだよな、ちょっと逃げよ。こいつからはもう逃げよ。交差点。わあ、店かな。いや、教会で施しかな。いや、まかないかな。いや、施しだな。いや、HP がねえよ。あと金もねえよ。回復しとこう。ああ、お前か。オーガか。受けるダメージマイナス2だもんね。攻撃ゼロ。で、ああ、でもこいつ強えんだよな、攻撃力は。攻撃。怒りのまま攻撃7。攻撃。うわー、殺された。オッケーオッケーオッケー。まあ、やり方が分かった。なんとなくやり方が分かったから、王が強え。王が強え、攻撃。怒りのまま攻撃強いよ。やっぱ王がから逃げるは正しかったのか。これ死んどこう、一回。クリアしよう。わあ、そっかそっか。え、強えやつ多くない？初手から。まあ、一旦逃げるのも大事か。攻撃力6でしょ。強すぎんだけど。逃げる。逃げおうせた。ああ、まあ、こいつなら攻撃力4だもんな。戦おう。いやー、バカなミスしたな。ウィッチね。攻撃。うわ、強っ。回復入れたい。回復。いや、そうだよな。いや、強いな。さっき、加熱剣。あ、覚える技違うの？攻撃力プラス2してから攻撃。あ、強っ。覚える技違うのか。ウィッチの服から水のカードを発見した。水のカード何？HP7 回復、ターン続行、追与。行こう。アビリティ付け替え、アビリティ覚えてないから。まあ、この感じでやっていくしかないわな。教会、施しをくれ。店。まあ、薬草買うのは正しいと思うんだよな。まあ、薬草だわ、今は。こいつね。攻撃。あ、待って待って。もう MP なんて使う。金つけん。5。十分。よし。加熱剣強いな。加熱剣3。うわ、5強い。逃げたい。いやー、水のカードを使う。 HP が7点回復した。もうで10。よし、危ねえ。もうアイテムは温存して死ぬくらいなら。あ、こいつらも強いから一旦逃げる。交差点。まあ店かな。まずはクロス、最大 HP 上昇量1、防御力プラス1、夜空絶対買っとく。夜空と薬草。防御力は上げとく。もう前もって防御力は上げとく。攻撃。初手ダメージ受けないっていうアビリティがめっちゃ強かったんだな。連弾、洞察。連弾？使用時、打てるだけ連射する。ああ、いらんな。洞察覚えたいな。
まあ薬草で回復入れといて、こいつも倒そう、どんどん倒そう。まあ銃とかガンガン使ってっか、弾丸一旦使ってこうか。よし、まあ、とにかく今は勝って金を稼ぐ、勝って金を稼ぐが大事。よし、攻撃力1なら問題ない。ダブルなんとかか、こいつ強いんだよな。逃げよう、ウィッチね。攻撃、いや3のダメージはやばすぎる。攻撃、よし攻撃強え。祝福 MP さん、まかない HP さん、いやー施し金、回復はもう薬草でする。逃げる、こいつは逃げる、カウンターズギルドは逃げる。見せ、攻撃、攻撃力プラス1欲しい。買おう、買う、買うで薬草も買う。はい、あ宿ラッキーで、アビリティの付け替えで洞察、敵のことがよくわかるってやつをつけとこう。交差点、まあ教会かな、金がないときは。施しをもらう、あまた施しをもらう、助かるぜ。いやこいつ強えんだよな、3ダメージ受けんのかよ、怖いわ。運なんだな。うわー逃げよ強い敵しか来ん、強い敵しか来ん。あ物理攻撃3とかここに書いてあるのか。でも攻撃力見ればわかるぞそれ。はい、物理攻撃1 OK。 洞察もあんまいらんな、レベル3になった。店クロス、最大 HP 上昇量欲しい、欲しい。弾丸か、薬草が欲しい。わナイフ買っとくべきだったか。クロス攻撃、いやーそうだよな、強い敵と商品が出なくなる。いやまあ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 、行こう。こいつは逃げる。あーこいつね、物理攻撃力5強っ、でも攻撃入れると3になる。物理攻撃力3、うわーもう薬草回復。え、さっきうまくいってたのなんでだったんだ、運が良かったのか。宿もう回復回復、アビリティ付け替えはまあ洞察以外ないもんな。行こう、交差点、まあ、教会で施し、これでいいのか。まあ敵に勝ったと思えばいいもんな、無条件で敵に勝ったと思えばいい。こいつは強えから逃げよう、絶対逃げた方がいい、無駄にダメージ受けるもん。もう金つけん、よしワンパンで倒せるのはそれに越したことはないのよ。敵、いやー物理攻撃2なのか、そんな強くねえな、 HP が多いだけか。金つけん、6、1、あ問題ない問題ない、よし問題ない。あこいつも弱い、弱いやつはどんどん倒す。で金を稼がさせてもらう。何が手に入った、今回復券 HP10 回復、熱っ、熱いね薬草いらずじゃん、 MP があればどっちがいいんだ。ただあ何これ、ヘビ十字、最大 HP プラス3、邪悪出現率 50%。 何邪悪って、何邪悪って、最大 HP プラス3がどんくらい強いのかは分からんけど、まあ薬草を買う。やど、まあ回復か、うわアビリティ付け替え、回復まだいいか、まだいいか、4金ちょっと高えからな。進むにつれてなのか。金つけん、ワンパンよ。交差点、まあ、教会かな、無難に。いや、店でいいか、店。弾丸しか買えない、ちょっと。弾丸しか買えないよ。もう弾丸買う。よし、行こう。宿、3金、安っ。ちょっと安いか、これ。まあ、宿、行っとく。店によって違うのか、なんか。いや、こいつとは戦いたくないよ。戦いたくないよ。いや、金つけんで先を打つ。いやー7受けんだよな、強いんだよな普通に。こいつは大したことなかったな。攻撃1ね、問題ない問題ない。4、2、OK、 問題ない。はい、店入ろう。薬草買う、まあ、薬草だけでいっか。弾丸はとりあえずいらんか。10コインズねえんだよな、10コイン。アビリティ連弾を10金で売りますか。売る売る売る、連弾いらん、連弾絶対いらん、俺の戦闘スタイルに合ってない。あーダブルか、ダブルか。まあ攻撃11問題ない。よし、いやマジでさ、さっき手に入ったさ、アビリティのなんかスーパーガードみたいなやつめっちゃ強かったんだな。運なんだね、とにかく。了解、まあ祝福とかも欲しいが、まあ施し、金をくれ、とにかく金をくれ。敵、あ第5話、あ見たなこれ。よし、まあ、こいつが一番弱いから助かる、ありがとう。
びっくりアタック、びっくりガード、あ、ラッキー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 、びっくりガードありがたい。でびっくりアタックってのは何、初動与えるダメージプラス 2？ あ、超強いじゃん、超強いじゃん。びっくりガード引けるかどうかのゲームな気がするぞ。はい、あ、もうこいつは絶対逃げる。いい、逃げる。交差点、宿行くか。宿行ってアビリティ装備だな。で洞察いいから、びっくりアタックとびっくりガード、これは強い。勝ち確じゃねえか。宿泊しとくか。しといてもいいな、別に。しといてもいい、金はある。今は敵なんか50まで来たぞ。黒く赤くなったぞ。強そう。防御力プラス2なんだよな。でもここでダメージ受けるぐらいなら金つけんで倒す。ゼロ、ラッキー。4か、あ、ゼロ、ラッキー。あ、まあノーダメージで勝てるなら、 MP1 使うだけで勝てるなら施しをくれ。店、いいアイテムを買いてえな。ナイフとか攻撃力プラス1なんでしょ。夜空、防御力プラス1。夜空もう一個買っとくか。攻撃力プラス1の攻撃、クロス、最大 HP 上昇量プラス1。上昇量がよくわかんねえからな。まあ、薬草は絶対買うのと、まあ、夜空かな。夜空買っとくか。最大 HP 上昇量ってのがよくわかんないけど、いやー、一回、今はいいや。あ、こいつね、久しぶりに来た、あんま強くないやつ、攻撃。よし、こいつは弱い。で、6話がある。諦めるというのは何かを失うことではない。心の中にある欲動を外科医のように切除することでもない。むしろその逆で、物事の理解を広げていって、思いが叶わない理由を明らかにすることだ。スラッシュプルーフのことが好き。それはそう。本当に好き。ずっと一緒にいたい。可愛いな。では滅びを裏切ってカウンターの手先になり下がって人類を滅ぼし損ねることになってもいいのか。いいのか。ありえない、いいわけがない。私は滅びの姫だ。私の魂と体は滅びたちの悲願でできている。恋心なんてちっぽけなものだ。しがみついていて何もいいことなんてない。苦しい苦しい。スラッシュプルーフのことが好き。苦しい苦しい。でもこの苦しみを、私に必要なものではない。だったら取り除こう。極度の集中を要するが、私はこの目で見れるものに触れることもできる。私は蝕む苦しみを解像度を最大で解析し捉えた。これが私の恋心。あ、見れぬものを捉えることができるのか。よし、捨てよう。よいしょ。ブチブチ、ヤコは、ヤコは、あやめさん、こんなところにいらっしゃったんですか。さらに上書きされんのか。スラッシュプルーフに見つかってしまった。彼女は私に優しく触れる。やば、心地よすぎる。あらあら、あやめさん、何をされてるんですか。鈴なりの声が私の脳に染み込んでいく。ダメダメ、突破される。精神防壁は残り4枚しかない。なんだろうそれ。かわいそうに、事情はわからないけど、何かとても思い詰めていらしたんですね。あなたのせいなんだけど、残り3枚。2枚、1枚。あー、好き。いや、弱。まあでも恋ってこういうもんなのか。意識が薄れていく。スラッシュプルーフの声が聞こえる。戦術師たちはみんな亡くなっていってしまった。何者かに襲撃されて。滅びを肯定する需要派の人間がギルドに潜伏している可能性は指摘されていましたが、私はこう思うんです。需要派と呼ばれる人たちこそが最後の滅びなのではないかと。あやめさん、私はあやめさんの味方ですからね。ああ、無理、捨てられなくなっちゃった。もうバカかよ、主人公バカかよ。敵、フレイミー。まあ倒すか。金つけん、全然勝てる、全然勝てる。金つけん使わなくてもよかったか。いや、こいつちょっと強えから嫌なんだけど、まあ金つけん。8点。まあ3ぐらいなら許す。全然許す。宿、アビリティ付け替え必要なし。ロッキンはいらない。よし、敵。ああ、まあこいつぐらいなら全然ノーダメ、まあ1ダメならいい。フグから火のカード。ありがてえな。ウィッチありがてえ。攻撃力プラス2。強っ。ウィッチはどんどん出てきて、あ、ワンパン。レベル6。ありがてえ。交差点。交差点まで来た。どうする？店行くか、店。で、まあ、薬草は買うのと、しおりもういらねえんじゃねえか。強い商品と強い敵が出ないんでしょ。もうしおり売って、強い商品もらおう。あ、10金のレイピありか。攻撃こそ最大の防御なり。よし、行こう。強い敵が来るかもしんない。うわー、強そう。グレンウィッチ。攻撃力なら強。まだ早かったか、俺にこのステージは。攻撃。9のダメージ。3、あ、3ぐらいなら。だからギリだな。ほんとギリだな。一応薬草で回復入れといて。いやー、グレートオーガ。いや、強すぎるか、これ。
しおり売るの早すぎたか。逃げたい。1のダメージならいい。ウォン攻撃力12強い。一応逃げよ逃げよ。あ、ローグ弱い敵も出てくんだ、よかった。宿回復しときたいか。一応4金なら回復、 MP も回復するし、教会で金をもらう。敵グレンウォッチウィッチだ。グレンウィッチも金つけんで倒すでいいよな。金つけんで倒す。11、3ぐらいならいい、マジで。よし、店。わあ、金高え。まだ早かったな、普通に。リボネット、与えるダメージプラス2、攻撃力プラス7、刀欲しい。最大 G プラス7は欲しい。いや、まだ早かったな、しおり売るには。俺たちはまだそのレベルじゃなかった。ブラスリング最大 HP、MP プラス5か。これならギリ変えるか。売ったら何かを。いやー、まだだったな。レベル7、8ぐらい行ってからだったな、敵。あー、ありがとう、お前みてえなやつが来てくれて助かるよ。交差点、まあ教会で金稼ぐが一番いいかな。金もらう。あ、10コインズ。攻撃を10コインで売りませんか。フロー鍛錬を10金で買いませんか。なんだろう、フロー鍛錬って。装飾品攻撃なんて俺持ってんの。あー、攻撃力プラス1か。これ10コインで売れるのは熱いんじゃないか。だって5コインぐらいで買ったよな。フロー鍛錬ってのは何。一回買ってみるか、まずこっちを。で、こっちも売るか。あ、こういうこともできるんだ。両方選べんだ。フロー鍛錬。宿に入った時レベルに応じて経験値がもらえる。超強いじゃん。超強いじゃん。レベルに応じて、しかも。攻撃。よし。宿を見つけたい。早いとこ。第7話って。滅びとはある日突然に目覚めるものだ。高校の頃同じクラスで一人の男子がいじめられていた。精神的な拷問が毎日続いていて、そいつは壊れかけていた。俺はビビリのくせに助けようとしてしまった。次の日からターゲットがそいつから俺に変わった。かっけえじゃん。まあひどい目にあった。どういうわけか元のいじめられっ子からも攻撃された。意味わかんないね。でも俺は自分の選択に満足していた。だからなのか、その時にはまだ覚醒しなかった。それから受験があって都内の大学に受かり、俺は下宿してそこに通った。大学はトンネルを抜けた星、青空みたいだった。みんないい人たちで、特に気の合う6人とつるんでいた。俺の関心はいつもその6人にあった。ちゃんと友達ができて嬉しかったんだ。7人でよく旅行した。金がないやつの旅行代は言い出しっぺの俺が立て替えた。返さなくてもまあいいやと思ってた。俺は勉強もそぞろにバイトに明け暮れた。7人の中に1人気になる子がいた。だけど俺はアプローチしなかった。7人の関係が変な感じになったらと思うととても怖かった。ああ、これめっちゃわかるな。俺は7人で一緒にいたかった。その子が別の男とくっつくならそれもいい。そう自分に言い聞かせていたけど、気がつくと俺はその子のことばかり考えていた。その子のことが好きな男は他にも1人いた。そいつは俺の親友だった。わあ、すごいな。ドラマみたいなこと起こってんじゃん。ファミレスで打ち明けられて、俺はすぐに覚悟を決めた。身を引いてこの思いを沈めてしまおうと。同じ経験あるな。せっかく居場所ができたんだ。7人で起業する話もしてた。俺たちはこれからなんだ。でも運命はカスだった。旅行先でのこと、夜の海岸でその子に抱きしめられた。あなたがいるからここにいますと言われた。2人だけで一緒にいたい。俺は何を言えばいいのかわからなかった。うわ、両方失う。これは両方失うやつだ。私と付き合ってもらえませんか。俺はその子の顔を見ることができなかった。月に照らされていた。希望と絶望の両方に直面することになって、俺は訳がわからなくなってしまった。俺は震えていた。まあバレていたと思う。いじめられてた頃よりもずっと激しく俺は動揺を覚えていた。後悔なんてしたことのない俺だったが、この時ばかりはどうすればいいのかわからなかった。沈黙する俺に彼女が返事を促してきた。私では嫌ならはっきりとそう言ってください。でその時に覚醒した。いきなり海がそそり立って俺たちを飲み込んだ。あの、まあそういう幻を見たってだけなんだけど、爆弾のような水圧をダブダブに浴びる中で、俺は崩壊してバラバラになって、そして再構築された。潮が引いて服も乾いて全てが元通りになる。現実に帰ってくると俺は揺れる瞳に睨みつけられていた。どうして黙ってるの。何か言ってよ。俺は泣きそうなその子の肩をそっと抱いて目を合わせてしっかりと返事する。俺でよければぜひお願いします。翌日俺は早朝に起きた。荷物をまとめテーブルに金を置いて、誰にも気づかれないように一人だけでホテルを抜け出す。そのまま大学にも下宿にも実家にも戻らなかった。新しい人生の始まりだ。俺は自分探しみたいにして当てずっぽうであちこちの土地を放浪する。滅びはカルト思想にも似ているが順番は逆だ。まず急に目覚めてから自分の同類を探すのだ。顔も名前も知らない、しかしどこかにいると確信している。同じ思想の仲間を探すにはどうしたらいいのだろう。俺は各地の寺院を当たってみた。城の思想は滅びをマイルドにしたようなものだからだ。
やがて俺は松実庵にたどり着いた。そこがゴールだったんだ。明けっぴろげな敷地に入ると脚立に乗っている女の子がいた。庭先の松にハサミを入れている。その子は俺に気づくと手を動かしながら微笑んだ。遅かったじゃない、お帰りなさい。誰だ、初対面でそんなことを言ってきたのが。つまりはあやめ姫様だ。うわーひどいね、人生終わってる顔してる、あははは。でもね大丈夫だよ、あんたが過去に何してても私が全部許してあげるから。一生ついていこうと決めた。俺の能力は把握している。姫様の心にうまいこと根を張ったみたいだ。え、お前そんな恩があったのにあんな脅しみたいなことしたの。この状態でお前を始末すれば姫様はひどく傷つくんだろう。でも姫様は強いお方だ。死を選ぶことは絶対にない。責任を果たすまでは踏みとどまる。だが傷つかないに越したことはない。お前だって死は先に伸ばしたいだろう。だから取引だ。俺の要求はあくまでも。あくまでも天使でもございません。ない、これ流行ってんのこの返し。あくまでも姫様の心にある。姫様の心を解放しろ。そうすればお前は始末せずに済む。お断り申し上げます。あやめさんには私の支配力を全て注ぎました。もうオールインしてしまったんです。おかげで他の誰も愛してあげられなくなりましたが、差し引きは余裕でプラスになります。滅び姫が私のものになれば他の滅びなんて敵ではなくなる。あれほどの怪物誰が手放すものですか。ドンドパーン。ふふ残念でした。今や私はギルドのエース。私の戦闘力はもう仕上がってるんですよ。うわー姫これでいいのか。あーよかった、弱い敵も出る。よし敵、いやこいつらも倒せる。今の俺ならさっきまでが強すぎただけか。第8話。滅びに目覚めたきっかけは私は誰にも話していない。みんな滅びへの覚醒について人生を感じさせるようなエピソードを持っていた。抗争で組織が壊滅して自分だけが生き残ったとか、喧嘩の時に熱狂が高まって意識が開いたとか。私のはなんかそんなんじゃなかった。話すのもバカらしいくらいしょうもないことがきっかけだった。うどんに胡椒をかけすぎてくしゃみをした時に全てを悟ったのだった。すごいな、なんでだよ。私の意識は赤いリボンとなって天を貫きとかかな。天をなんだろうね、雨のように落ちて国中をズタズタにしてしまった。世界では最後の滅びがついに来たかと大騒ぎになった。くしゃみ一つで大変なことになっちゃった。恥ずかしいので秘密にしてたら壮大な過去があると勘違いされることになった。まあこれはね、みんなと違うことはもう一つあった。くしゃみの瞬間私は見知らぬ場所に飛んでいた。乱立する無数の柱の中に何かが浮いていて、私はそれを掴み取った。それには名前がなかった。それは小さな空間のほつれのようなものだった。ここではない、別の世界から流れてきた夢の残骸。それは人間の心に作用する機能を持っていて、波長が合うものに小さな悟りを授けて回っていた。でも私はそれの影響を受けなかった。逆に私がそれを見つけてこの手に収めた。滅びのみんなを掴んでいるこれを私こそが掴んでいるのだ。だから私がお姫様だ。私はこれに名前を付けた。いずれ私は何でもできるようになる。世界の終わりだって引き起こせる。ただの女の子がどうやって、関係ない。他でもない、私がそう決めた。できると決めたから、それで終わり。私はあやめ。滅びの種は私が掴んだ。なるほどなるほど、ちょっとわからんくなってきたか。攻撃、どんどん金をくれ。三月剣、ああ三月剣ね。やっぱ覚えるアビリティは運なんだ。びっくりアタックとびっくりガードはさ、どんだけのタイミングで手に入るかじゃねえか、このゲーム。施し敵、あードローウィッチ、また強そうだな。まあ出し惜しみやしねえ。金つけん7。うわ強いなこいつ、こいつ強えな。いや攻撃でいい。5、7、やばい。いやでも倒せる。よし、危ねえ。火のカード、まあ回復はしっかり入れて24金ある。マダン15ダメージ、ターン続行、強いよマダン。ドローウィッチを倒す、あ強かったんだドローウィッチってのは。いやまあ強いわな、そりゃ。リボネット、与えるダメージプラス2、欲しい。え、これなんで買えないんだ。サーベルプラス5、これなんで買えないんだ。金20あるぞ、24あるぞ、なんで買えねえんだ。あ、レイピアを持ってるからかな。攻撃力プラス5、与えるダメージプラス2。どっちがいいんだ、与えるダメージ、よだめか。まあよだめの方が良さそうだな。レイピアを売って、まあ一旦リボネット持っとくか。回復がないのがすごく怖いが、宿屋、うわー宿屋だけど金がねえんだ俺。アビリティの付け替え、びっくりガードとフロー鍛錬欲しいな。びっくりアタックとびっくりガードが強すぎてさ、強すぎんだよなこの2つが。
いや、まあいい、まあいい。今はこれでいい。これでいい。八金か、交差点、境界で施しを受ける。敵。いやー、こいつは逃げたいな。逃げよう。よし、敵。いやー、倒せるやつ来てくれ、倒せる。うわー、一ダメ。見せ。約束くれ。よし、約束。約束でいい。回復しとく。よし、弱いやつありがとう。7のダメージ強いな。まあ、施しをもらって、あと15か。いけそうだな。加熱剣。7、0、OK、ラッキーラッキーラッキー。勝てるな、こいつにも。まあ、宿ありがてえ。第9話。彼が強がってるのは分かっていた。弱っちいくせに、本当は怖いくせに。生意気嫌がるから最初はイラついていた。でも、震える心を押さえつけて決死の覚悟でメッセージを伝えてくれたから、私の心もまた震えた。雑種。くっ。あやめさんどうして、あやめ助けに来たのか。何もできないくらいあなたの意志には鍵をかけておいたのに、どうして動けるんですか、どうして逆らえるんですか。頑張ったね、ポポスケ。正直ね、私揺れてたよ、気持ちが揺れてたよ。恋愛なんかにうつつを抜かしていい立場じゃないのにね、ごめんね。でもあんたの言葉しっかり響いたよ。ああ、ありがてえ。内心ビビり倒してたんですよ。なんだ、よかった、お前らいい関係だな。いいじゃん。ああ、そっかそっか、これで終わったのか。いやー、ありがとうな。でもお前のおかげだ、今私があるのは。敵。こいつ勝てるか。まあ逃げよう、とにかく逃げよう。うわー、逃げよう、こんな赤いやつ。わー、やばいやばいよ、もう戦いたくないよ。まかないもらっとくか。 HP3 ごときならもう絶対金の方がいい。だって約束は5だもん。決戦まで残り10。いや、強そうなやつしかいねえんだけど。いやー、逃げる。1ダメだもんな。宿回復させてくれ。店約束くれ。ヘビー十字最大1プラス3弱出現率。あー、なるほどね。まあ、クロスもう1個買って。いや、10銀弾45ダメージ強。これ欲しい。いや、よく分からんけどヘビー十字買っとくか。よし、行こう。邪悪ってのはお前らのことか。一旦逃げる。境界、いや、回復したい実際は。まあ、施し敵。やばそうだな。邪悪なオーガが現れた。でも HP14 程度だろ。ワンチャンなんとかならんか。炎のカード、加熱剣。邪悪なオーガに9ダメージ。ゼロ、ラッキー、くらえ。よし、経験値3、金5、金5、ありがてえ。最終話へ。助けを呼ぶ声が聞こえる。家庭で、学校で、会社で、あらゆるコミュニティで苦しみを押し殺して生きている人々がいる。日常の暮らしにしつけられていて、逃げ出す勇気をなくした人々が何億人もいる。助けを求める無数の声が私の頭の中でガンガン鳴り響いている。私には人の心を見る力が備わっていた。滅びの種に触れるよりもずっと前から。その力は誰にでも使える、群れにも使える、一つの民族に対しても使えた。そして人類全体に使ってみたとき、心の集合体として世界が語りかけてきた。世界は頼み事をしてきた。私を神か何かと誤認して希望をくださいと。永遠と続いてきたこの苦しみがいつか終わるという希望をくださいと。その子は言うのだ。自分では止まれないのです。私は自分の苦しみを増やして続けながらできるだけ長く続こうとする狂った装置なのですと。どうか助けてくださいと手を伸ばされて、私はその手を握り返した。滅びを取るか、あなたを取るか、二つに一つ、そんな風に思い込んでた。でも違う。あんたも手に入れればいいだけの話よね。私ならできる、できると決めた。私は滅びの姫としての責任も、スラッシュプルーフのことも諦めない。ああ、欲張って辛い方を選びましたね。おとなしく私に抱かれていれば、夢見るような私腹の中で終わることができたの。まあ私は構いません。力でねじ伏せられるのがお好みなら、そのようにして差し上げますよ。お前の方が強いの。私だってカウンターのエースですから、使命はきちんと全うします。人間だってあやめさんだって救います。あなたを倒して完全に支配してから存分にめでて差し上げましょう。もう終わるな、このゲーム。残り4。勝てるか俺で。グレンウィッチ、いやー、逃げてる場合じゃねえ気もする。攻撃力7でしょ。受けるダメージマイナス2なんだよな。いやー、どうすかね。まあ、やってみるか。いや、逃げるか。ここは敵。いや、勝てそうな相手がいない。敵。いや、こいつならワンチャン勝てる。いや、逃げる。交差点、宿、回復、フル。これで勝とう、ボス。さあ、HP11 程度なの。邪悪なスラッシュプルーフが現れた。え、勝てそうじゃん。攻撃力アップ。
加熱剣。お、全然勝てそうだぞ。くらえ。え、第二形態とかある？まさか。え、恋は盲目と言うけれど、私は間違ってないという根拠があった。これから始めることのために私、あなたがどうしても欲しかった。概念をつかめる私の手で、恋石姫、邪悪なボスを倒した。その輝きを抽出する。あなたの自我はむしろ邪魔。大切なのは輝きだけ。抜け殻は道すがら捨ててきた。恋焦がれていた人の力を飲み干して完成した私は空へ空へ。私が今からすることはこの世で一番悪いこと。私の膝は震えている。クリア、ラスボスがある。いや、もう何もないぞ。回復券ここで使えるのか。使おう。はあ、さよなら。勝てるかラスボス。 HP105、 勝てるわけなくない。加熱剣、攻撃力 53? 勝てるわ。加熱剣7のダメージ、2のダメージ。え、攻撃力53なのに。どういうこと。割合、弾丸って割合で入んのかこれ。弾丸10点6。わー、勝てん。攻撃、いや、帯同した。逃げよう、逃げおうせた。あ、逃げおうせてもこれか。意味ねえ。くっそくっそ、勝てねえ。楽しい、楽しいな普通に。もっかいやるか。もっかい。こいつ初動どうなんだろう。戦っていいのか。弾丸かましとくか一旦。よし、弾丸攻撃、攻撃。最初はガンガン、もう薬草とかもガンガン使って勝てそうなやつだけ戦う。あ、ラッキーラッキー。こいつは勝てるもんな。攻撃3ダメージ問題ない。はい、2ダメージ。いや怖いか。でも勝てた。レベル2、避妊剣。避妊剣がな、微妙なんだよな。施しだよな、まずは。金だよな、まずは金。避妊剣かーって感じなんだよな。避妊剣、避妊を20にする。これがよくわかんねえんだよな。攻撃1ダメージなら問題ない。サクサク進めるもんな、お話さえ読まなければ。強い敵とは戦いたいんだよな普通に。まあ、弾丸使ってこいつらもしっかり倒す。よし、不老所得、回復強化、回復強化、回復強化、回復能力2倍、強っ。不老所得は絶対持っといた方がいいんだよな。アビリティでつけといた方がいいんだよな。だって宿に入った時所持金に応じてお金が増える。あ、所得か。あ、これありか。まあ宿で回復、店、まあ攻撃力買っときたいが、今は邪悪怖いな。最大 MP 上昇量、 MP 上昇量、メイス攻撃力プラス2。え、買っとくか。いや、いっか。最大お金に応じて上がるとか言ってたから、まあ、ここは宿だな。あ、1しか上がんねえのか1しか上がんねえなら境界と同じじゃねえか敵。まあ、攻撃3のダメージ、攻撃攻撃、よし、まあ、回復入れとくか。いや、武器買っときゃよかった。これならワンパンならいい。薬草は絶対買う。HP 上昇量は一応上げとく、上げとく。いやー、やり方がいまいち分かんないな。金をもらう敵、こいつらちょっと強いから逃げる。宿1はもらえる、金として。まあありがたいか普通に。宿屋入って何もないよりかはマシだもんな敵。あ、こいつは勝てる。よし、勝てるやつはどんどん。え、強いなお前。 MP と HP 上がった。あー、こいつはまずいから逃げる。やば、回復。さあどうしよう。宿屋入ったとしても1なんだよな、1なんだよな。まあ一回宿屋入って1になって、これこの1で、いや、プラマイゼロで回復だもんなこれ。あー、こいつは強いから無理だ。運だなこの最初らへんは。境界施しもらう、割と運な気がする。薬草、攻撃クロス、ま、攻撃か、攻撃力上げとこう。しおりを売るタイミングがどこかによるな。逃げる。あ、こいつは大丈夫。やっぱあの、あ、なんとかガードとかをいかに早くもらえるかによるな。逃げる。回復。あー、もう強いやつしか出てこねえ。宿。金は増えるが、交差点、境界で施し、まずは施しでいい。
いやこいつら戦っとくかもういっそ。いや無理だな逃げよう。教会いやー施し、うわー勝てん、うわー勝てん、逃げる、うわー、そうだよな、運だ運、マジで運。最初こういうやつらが出てきてくれればいける。宿いきなり、今アビリティとかもないからな、序盤宿来られてもだな。最大 HP 上昇、攻撃力プラス1買っとくか、ナイフ、まあ、薬草ナイフ買っとくか。敵、あーこいつはまあ一応、いやでも怖いもんなこいつ。こいつは勝てる、8だから8で倒す、これでいい。加熱剣、あありがたいありがたい、加熱剣は、まあ、割と使えたんだよな。6なんでしょこれ、加熱剣でいけんじゃない普通に。 OK、ノーダメージで倒せるのもう銃で殺すこれでいい。こいつ強いか、火力どんくらいかによる。まあ加熱剣だな。よし2のダメージ問題ない、うん、よし。びっくりアタックありがてえ、不労所得かありがてえ。びっくりアタックをさ、いかにもらえるかなんだよな、びっくりアタックとびっくりガード。不労所得もありがたいが、交差点で宿だね。アビリティ、あまずはびっくりアタックだな。びっくりアタック一金、よし、よし、びっくりアタックがあるおかげで1ターン目の攻撃がめっちゃ上がってんのがでかい。普通に教会で金もらって、こいつ加熱剣で落とす。6くらい、まあ問題ない、ギリギリ問題ない。なるべく戦った方がいいんだもん。薬草リンガ、夜空が防御力だが夜空絶対、弾丸一応買っとこう。8のやつちょうど倒せるし、敵加熱剣で落とす。よし、あ8も入っちゃうのか、 ありがてありがて。いやーこいつなんだよな問題は、弾丸、あラッキーラッキーラッキー。あそうか、よだめ上がってんのは弾丸とかにも入るのか、弾丸とかもよだめ上がってるんだ。店、薬草薬草、攻撃これだいぶいいんじゃねえか。敵攻撃77だぞ、火力だいぶ高い、火力振りだ今。施しヤード、アビリティは1個しかまだつけられないもんな。いや2金はまあまあまだいいか。攻撃、いや火力が高いに越したことはない。清掃剣なんだそれ、 X ダメージ、毎ターン消費 MP1 とダメージ5がたまる、どういうこと、ちょっとわからん。清掃剣ちょっとわからんぞ俺。攻撃3ダメージか、魔法は最大 HP 関係なく3ダメ入ってくんだな多分これ。薬草、はい、弾丸か、まあ買っとくか弾丸。よし8、まあこいつは問題ない、0だもんな、助かる。敵、あこいつは問題ない、ノーダメで勝てる気はガンガン倒す。交差点、まあ境界だな、施し、まずは金稼ぎ。敵、あありがとうありがとう、お前は一番問題ないんだから、お前が一番何も、あお前も何も考えず、不老鍛錬、ぶん殴、ぶん殴、素手攻撃プラス2、レベル10以上でさらに4、レベル12以上ならさらに攻撃回数1。あ強っ、ナイフとか持ってない方がいいのか、素手攻撃、え強いなこれ。びっくりアタックと不老鍛錬はつけときたいな。ありがてえ、店、今買えるものはない、邪悪とかな、まあまあまあこれでいい。そっか素手鍛錬強えな、ヤド、 ありがてえヤドで、不老鍛錬、ぶん殴も欲しいけど、まあまあまあまだ時期じゃない時期じゃない、ぶん殴は弱い敵にいかに当たれるかだな。これ弾丸かます、よし弾丸も大事、いやもう何も考えず攻撃しときゃいいみたいなのがめちゃくちゃいいな今。まあヤドだね、どんくらい経験値もらえた今わかんねえな、まあ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 ありがたいありがたいありがたいでいい。攻撃3ダメ、あ3ダメ問題ない、わあ強いな。2ダメ、いやこいつ倒すのに結構、3ダメ2ダメ5ダメ受けたのか、ちょっとまずいか、5ダメはコスパ悪いか。1、こいつは問題ないでしょ、1経験値1ばっかり。
こいつ3受けてくるもんな。くっそコスパが悪い。そろそろしおり使うか。いやまだだよな、こいつが一番いいんだから。宿経験値本当に入ってる、これ不老所と不老鍛錬入ってる。ちょっとわかんねえよ。店ありがとう。薬草クロス HP 上昇率とかやっぱ買っといた方がいいか。強い、まあナイフ攻撃力プラス1だもんな。弾丸一応買っとくか、金あるし。今教会で施し10コインズ最大 HP3 を10金で売りませんか。怖すぎるだろ。あー怖、いや怖怖、いや両方いらんな、いらね。交差点、まあ、宿一応入っとく。あレベル1は上がるな、ありがてありがて。はいで敵攻撃問題ない、よし。非赤剣なんだそれ。攻撃してダメージ分回復、あ超強いドレインか、超強い。うわーこいつだるいんだよな。弾丸1、あ3か、ありがて。そんくらいか。オーガも強いけど大したことなくなってきたな。もう強いけど大したことなくなってきた、助かる。オーガとか来てくれてもいいな、もう。はい、やっぱいくら戦えるかのゲームだなこれ。あーお前みたいな弱いやつも助かるよ普通に。あーお前みたいな弱いやつも助かるよ。はいありがとうな。店薬草薬草、ナイフ捨ててレイピアとか買っときたいな。メイス攻撃力に、いや買っときたいな。ナイフを売ってレイピア買うかも。いっそレイピアと弾丸、金に糸目はつけない。で経験値上がってる。フロー鍛錬も普通にありがたい。三金ならもう買っとくか。よし交差点宿だね、だって経験値が上がんだもん。よし経験値ゲーよこんなの。加熱剣くらえ、いや倒せん、倒しきれねえのか。悲壮剣もったいねえよな攻撃。よし邪悪特攻びっくりガード、 ありがたいありがたい。びっくりガードはマジでありがたい。邪悪特攻、邪悪な敵へのダメージ 1.5倍、 これもありなのか。あのアイテムの邪悪な敵が出てくるみたいなやつとかだったらだいぶありなのか。こいつは普通に攻撃、よしワンパンで倒せる。宿入る、邪悪特攻ありだな。不老所得もありがたいが、まあ、やっぱびっくりガードかな。ここらへんはまあ揺るがないかな。邪悪特攻欲しいっちゃ欲しいけど、そう店入れるかによるんだな。あそうそうそう、こういう薬草薬草薬草っすね。弾丸ですね。敵これは加熱剣、あーでもなこいつ強えんだよな普通に。弾丸、いやー5ダメージでしょう。加熱剣9、あオッケーオッケー、加熱剣すりゃ問題ないんだ。教会で施し敵、加熱剣すりゃ大したことないってのがもう分かってぞお前。よしレベル9、あこいつも絶対倒しときたい。もう弾丸でワンパンじゃねえか。よしあいつ経験値結構くれるんだよな。まあ宿屋は行く。7金は高えな。不労所得も欲しいっちゃ欲しいんだよな。金パーセントなのかな。まあいいか、加熱剣くらい。いや1残んのが一番だるいって。よし10コインズきた。はい攻撃を10で売りますか、響きの刃を10で買いますか。響きの刃って何、見せて見せて。まあ攻撃は10で売るか、コスパいいしな。響きの刃ってなんだろう、まあいらねえか。覚えるわ自分で。夜空防御力プラス1、リング、やっぱ MP 上昇値とか買っといた方がいいのかな。薬草弾丸買って夜空は一応買っとくか、防御力を上げとこう。宿びっくりガードもういらんかな。受けるダメージマイナス2、防御力こんだけ上げてたら。宿こんなに来るなら不老所得にしとこうかな。まあワンパンで倒せる敵も増えてきたし、こいつらとかもワンパンで倒せるから、びっくりガードの方がもういらなくなってる普通に。よしこれでいいわ、どんどん倒せるもん。烈光剣強そう。現在 MP
MP プラス1かける4ダメージ。あーってことは5だから6、24ダメージ強24ダメージは強いな。え、だいぶ強いな。烈光剣ずいぶん強い。24ダメージ。烈光剣0だもんな。0は0になっちゃうもんね。じゃあはい、0ダメージ。ラッキーラッキー。やっぱあのなんとかガードなくても普通に今0だ。ダメージが交差点はもう宿屋入る。金も3しか増えねえのか。不労所得3か、微妙だな。4金で回復しとくか。3増えてるし、平気。まあ、こいつは倒す。店、夜空紅玉、薬草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 ももう余ってきたな。売るか、しおり。あ、もうてかもう18だ、決戦まで。攻撃、いや、そっかそっか。ちょっとアイテムを拾ったが金が2になった。え、どういうこと。31あるぞどういうことよ。まあ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 いいわ。敵、いや、あのあれが宿入る。アビリティ付け替え。不労所得もういいか。邪悪特攻つけとくか。店行きたい。店、店行ってさ、買い回復強化、響き合えば。出た、響き合えば。これは攻撃じゃあ強いやつだ。こりゃ強え。回復強化はまあいらんし、教会は施し、まあ、39も金あるしな。敵、まあ、こいつも攻撃で倒せねえ。あ、ラッキーラッキーラッキー。交差点も店行くか。店行った方がいいよな。しおりを売ろう。しおりを売る。この邪悪出現率プラス 50% を買おう。最大 HP プラス3だもんな。邪悪出現率プラス 100% にするか最大 HP プラス6にして。で、邪悪特攻今つけてるから邪悪 1.5 倍ダメージでしょ。じゃあレイピアいらねえか。え、だとしたらぶん殴欲しいか。ぶん殴欲しいな。てかぶん殴つけるか。次はフロー鍛錬もういらんくってぶん殴つけるか。じゃあレイピア捨ててこうしよう。邪悪 100% 出てこい。まあ一応怖いから回復入れといて。はい、お前邪悪なフレイミーなんだな。攻撃力プラス2してから攻撃。いや、金つけん。あ、強っ。あ、でもいけるな。いけるいける、問題はない。4、いや、まあ勝てる。邪悪なフレイミーにも。いや、ただ結構わあ強いな。金つけんであれだったもんな。烈光剣使えばワンパンはワンパン。攻撃してダメージ分回復もありがてえ。ま、弾丸かましときますか。あ、弾丸強っ。7のダメージ。普通の攻撃は、うわ、1のダメージなのか。うわ、やばい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 。弾丸弾丸、あ、宿屋ありがとう。わ、使わなくてよかった。アビリティ付け替え。フロー鍛錬もういいからぶん殴。俺はもうぶん殴でいく。あー、てか響き合えばよかったかもな。スタン、あ、スタンもつけれるな。びっくりガードも欲しいか。まあ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 いいか。10金で回復。教会施しをくれ。ショップ来い、ショップ。敵か、よし。うわー、なんだこいつ。剣とかの技使っても大丈夫なのか。金つけん。攻撃力プラス2、スタン 0.3。 よし。うわ、11のダメージ強っ。攻撃、いや強いわ。邪悪はちょっと強すぎるわ。弾丸一応買っとく。いやちょっとヘビ十字まずいな。防御プラス2、魔法防御力イコール防御力割る2。あー、魔法防御力が下がるってことか。ブラスリング最大 MP プラス5。ブラスリング買っとくか。これちょっとやっぱ邪悪怖いわ。普通に邪悪怖い。邪悪俺怖いわ。マジで。マジで邪悪怖い。防御力割る2になっちゃうのか、魔法。だから魔法でのダメージが増えるのか、星空は。ちょっと怖えな。いや、でも、まあ今はこれ買っとくか。くっそ。ちょっと邪悪が怖い。お前邪悪じゃねえよな。さすがに。21なんでしょ。加熱剣かましてやるよ。13点のダメージ、スタンプラス 0.5。スタンプラス 0.5 ってのはどういう意味なの。
あ、レベル上がった、ありがとう。スタンプラス 0.5、 まあ加熱券一服13 0.4、 あ、連撃ナイス。オーガー加熱券、あ、連撃、連撃強え。決戦までぶん殴で2回攻撃する、殴り姫やったね。わあ、これさ、実際さ、交差点行って、まあ、宿行くのが正しいんだろうな。本当は店行って強化したいけど、宿行ってアビリティ付け替え、びっくりアタックより邪悪特攻、敵がもう邪悪かどうかが分かんないんだよな。びっくりカード1ターン目しか付けれないし、回復能力2倍か。回復能力2倍はワンチャンありか。いや、いい、これで行こう。で、宿泊で全回復。さあ、行こうか、ボス。こいつには1回勝ったことあるから、ここは温存する、攻撃。スタン 0.4、OK、連撃、6、その程度か。よし。で、あれだもんね、ラスボス戦だもんね。薬草一応使っといて、さあ、戦おうぜ。え、これさ、48のダメージ入れれんでしょ、これ。めちゃくちゃ強えな。48か。かまして、48。48か。MP 使わずにいけば40。まあでも加熱券いったんだよな。上昇させて。スタン。よし、連撃。あ、勝てるかも。これ普通に。44。え、これでさ、いや、普通の攻撃の方がいいよな。連撃しろ。よし。スタンしてる、ラッキー。あ、スタン杖で烈光剣、よし、この星を倒した、クリア、エンディングへ。よし、私は攻撃意志は、私の攻撃意志は様々な物理的制約を飛び越えてこの星に脈打つ心臓を捉えた。滅ぼしの姫、クリアした、クリアした。満貫の思いで握りしめて、マグマの血流が大地に溢れる。私の傍らには銀色の魂、あの人の心、その輝きを星空へと解き放つ。雨のように降らせた光の矢、まばゆけて世界中の人の目に焼き付けて、光に遅れて爆音が轟き、南風が地表すべてをコッパのように薙いでいく。この調子なら7日以内ですべての人を乗客できるだろう。私は戯れにスキャンした終わりを過ごす人々の心、呪いがぶわっと押し寄せてきた責任者の私に向けられた、なん、けたたましいとかかな、数の恨み節。意味あることを何もできない悪鬼虫けら恥知らずとか、無限の地獄に転生し続けて永遠に安らぐことはないとか、言語の限りを尽くした罵りが溢れかえって世界はまるで泥の海だった。でもその中でぽつりぽつりと咲く花もあった。場所が良かったり、上手に暴動を逃れたり、幸運にも平穏を保てる人たちもいた、多くはないけど、彼らはノスタルジーを楽しみ、詩を書いたり紅茶を飲んだりしていた。あ、そっか、本当の週末が来てもめちゃくちゃに絶望するやつらもいれば、それを受け入れるやつらもいるってことなのかな。中には私のことを想像で捉えようとする人がいて、さらにその一部には私に語りかけてくれた人も、ありがとうって言われたんだ。嬉しかった。私たちの名は滅び、どうしてか人を滅ぼしたい、この衝動はどこから来たの。かつて調べたことがあった。魔族エビル、花の都、ハマトフォジア、クローザー滅び、最古の記録ではトータの使いと呼ばれていたらしい。適所生存に介入して不浄の枝を刈り取る機能群、その設計者の目的はこの星の売却価格を上げること。滅びは滅びようも滅ぼすけど、それでも本懐を遂げたんだ。体が震えるのも完備、涙が流れるのもまた完備、世界の終わりまで生きられるのならそれこそが永遠なんだって信じてるんだ。私たちは何も残さないし、すべて終わってめでたしめでたし感。あー、なるほど。こいつは何なの。ラスボス撃破時、撃破時刻、あー、こんなん実況撮ってる時間とかバレるのか。16分32秒。いやー、これでクリアしました、レベル12で。どういう感じなんだろうな。いや、めっちゃヘルモードスタート。あー、ヘルモードとガンダ、おもろ。統計ってなんだろう。プレイ回数5、クリア回数1、クリア率 20%、 A、 最大ダメージ44。あー、なるほど、弾丸使用率とかあるな。まあ、じゃあもうちょい遊ぼうかな。クリア率 A、 すごいな、すごいのかな。討伐図鑑、あ、まあだからいっぱいいますよ、まだまだ出会ってないやつらもいる。あ、裏ボスみたいなのもいんのかな。能力図鑑、まだ取ってない能力を3つあんだ俺は。
アビリティは全部取った。やっぱ普通にびっくりアタックびっくりガードが序盤に来てフロー鍛錬ってのをいかに取れるかなゲームだと思うな。あと響きの刃は絶対最後に欲しい。あと俺はぶん殴が好き普通にぶん殴が好きですかね。道具図鑑、あ、道具なんても全然買ってないもんね。拳一つで語ってきたからいや素敵なゲーム、楽しい。500円で今買えるんすよ、スチームで。すごい楽しい。滅ぼし姫ヘルモード次回やっていこうかな。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。